ちなみに古江さんがこう、あ、この外国人選手は良かったなっていう選手って挙げるとするならば、いや結構やっぱりいますよ。マードック選手ね、マードックとかブローディにしてもそうだし、やっぱりスタン・ハンセンなんかこんな怖いレスラー、こんなレフリー泣かせのレスラーいねえよなって。でもプロレスを変えたのスタン・ハンセンなんで、確かにプロレスの発想を変えたよね。あんなルール無視のじゃ何って言われると、ロープ飛ばしてバックドロップショルダースルーやるときに普通なら投げられなきゃいけないの、投げられたくないからって蹴っ飛ばしたもんね。あんなルール無視はないよね。確かに約束違うだろうっていうね。その約束じゃっていうかね、だからプロレスってチョップ打つときみんな胸出すじゃんって言うんだけど、違うんだって。胸出せば怪我しないんですよ。痛みがだからロープ振ってショルダースルーやるときも、こうやったときにこうやってやって上げてれば、こうやってれば絶対にこう来たのを投げ飛ばすから怪我ないんですよね。ところがスタンハンセン何を思ったか、投げられたくないから蹴っ飛ばしたんだよね。その時に吹っ飛んでるわけで、おいなんだこれって、だから慌てちゃう。でも見てるお客さんは初めてのことなんで、ええって、それがスタンハンセン。びっくりしますよね。だからスタンハンセンってよかったなっていう、そういう面では。いろんな一つ一つ、マスカラスにしても花はあったし、ウォーリアーズにしても力強さというかね、2人組が出てくる緊張感あった。音楽でね、テーマだけでも緊張あった。だから本当ぶっちゃめてんで、曲聴いたらシンと出てきたりとかね。だからそういった面ではね、外人なくしてやっぱりプロレスはね、言っちゃダメだよみたいな。でも全日本プロレスはその外人選手のテーマ曲、入場曲がすごく良かったんですよね。スカイハイなんていうのも、そこら中でスカイハイかかってましたから、本当にちょっと悲しいね。本当は歌詞ですけどね。あ、そう失恋の歌ですから。もう出だしのね、デレレレレレってね、なるともううわーなりますからね。あれをまた日テレの梅垣さんがこうやったんだけど、いいアイデアだったよなーって。そもそもだってテーマ曲なくってみたいなね、出てきてましたよね。チャンチャ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 チャンって馬場さんの時だけ日本テレビのスポーツテーマが変わってして、そういう時代だったですもんね。スピニングトーホールドなんて最高に良かったですよね。ファンクスも良かったですよね。テリー・ファンクとかって今も最近ね、日本には来てないですけど、京平さん自身どんな人だったんですか、見てて。ああ、面倒くせえなーっていう、ちんたらしてるよなーっていう、さっさとリング上がれよっていうね。いや、お客さんがすごかったから、もうスプリングトホールドかかるだけで、そうもう2回ぐらい音楽鳴ってるってことはさ、6分以上はね、本当にさ「Thank you, thank you」って言いながらさ、さっさとスタッフみたいなブルロープしてさ、こうやってたらあっと早いのにさ、そこでさ「まあ Thank you」なんだかちんたらちんたらしててさ、まああれがファンクスなんだろうけど。世界最強タッグの、ファンクス対、ブロディ・スヌーカ組、あの時にハンセンが初めて全日本プロレスに現れたんですよね。もうあの時はすごい衝撃でしたね。あの時はレフリーはジョーさん、完全にジョーさんなんだけど、僕控え室の辺うろちょろしてて、あれっつって、なんだよスターはテンガロンハットかぶってるスタンハンセン、まさか全然じゃねえよな。それ来ること知らなかった。いや、知らない。お客さんだって知らないし、お客さん全く知らなかった。びっくりしましたね。でそれこそプレスの人だってだよね。あれって我々はちょっと中覗けるんで、たまにこう覗いたりするんだけど、嘘だろって、まあ遊びに来たんだなぐらいに思ったんだけど、遊びに来たんだなぐらいに思ったらさ、いきなり出てきてね、あれはすごいよね。すごかった。だからああいう面ではやっぱり馬場さんすげえな。いやすごかった。で馬場さんが怒っちゃって土足で入ってきやがってみたいな。で体決まりをスター戦やりますでしょ。で流血するでしょスター戦が。これは本当衝撃だったあれは。だからああいうね、今ああいうのがないもんね。ないっすね。いまだに語り草のそういうシーンがいっぱいありますよね。鮮明に覚えてますよ。そうそう。でもそれこそあれじゃないですか。ブロディが新人いた時とかってなんかこう別れ際になんか話したりとかするんですか。こうブロディが行っちゃったりとかする。いや何ももうそんなねブロディと会話できるほどのもんでもないしね。うん、スターハゼンとか、うん、もう我々とのこの見地の差があって。たまに居酒屋なんかで会ってビールごちそうになったりはするんだけど、もう外人レスラーにしても雲の上の存在だから。もうでもいい時代だったね。だからその頃やっぱりジョーさんってすごいなと思ったんですけど、やっぱりジョー樋口はすごい、ジョーさんはすごいって本当に今でに思いますけど、もうジョーさんと同じ年になっちゃった時に、和田恭平も今すごいなんだ、そうですっていうふうに「恭平さんってすごいんですよ」って言われると「ああそうなの?」って。そんなバカなこと言ってる場合じゃないですよ、恭平さん。本当俺バカなことばっかりやってるから。でもジョーさんもバカなことばっかりやってたんで。ああ同じ年代になってきたな。でも会場でレフリーのね、レフリー和田恭平って言った時、恭平っていうふうにコールがされるようになったのは恭平さんからですね、多分。いやジョーさんです。あジョーさんですか。ありましたね。なんかあんま記憶ないんですけどね。ジョーさんすごかったんですか。ジョーさんは半端ない。じゃああったもう武道館でもうジョーさんが出てきただけでザワ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 ってして、そんでザワザワっつってジョーさんが立ってね、水色の格好、水色の黒の格好、赤の格好、ジョー樋口の格好ですよね。レフリージョー樋口って原郡司さんが言った時にじゃあっつって、そうかあったっけ。それから超世代っていうか、ジョーさんがもう俺のやる時代じゃなくなっちゃったからお前がやれっつって、メインにお前がやれって言われた時に、それからその辺からかな恭平ってなったのね。ジョーさんはあれですよね、ノアに行きましたよね。結局最後はもう馬場さんから離れちゃったんで。そうか。でもやっぱり恭平さんは馬場さん元さん頼むとか、馬場さんからいろいろこう言われていたものがあったから、やっぱり全日本を責任持って残っていくっていう、そういう思いがあったんですね。じゃなくてこんなこと言ったらかっこいいやつだなと思うかもしれないけど、和田恭平がいたからノアさんという団体ができたんだよっていう、じゃなければ和田恭平もミサミサルと一緒に共にしてたら、素子さんだって完全に頭きて、絶対にやらさないって。だって法律上で言うと、ミサオ・ミチャールという役員連中が会社を辞めて裏切って新しい会社を作るなんてことは法律でできないんですよ。素子さんが異議申し立て立てた時点で裁判を起こしただけで、彼らは2年3年同じ仕事つけられないんですよ。だからそこに俺ワンクッションじゃないけど、和田恭平がこう。俺が面倒見さ俺が素子さんは見とくよって言った時の最後ね、時に恭平がいるからまだいいやっていう気持ちがあったんで、だから恭平彼ら訴えないよっていう、みんなは訴えろって言うんだけど、私は彼らの生活があるから、それんなことは私にはできないっていう気持ちになったんだよね。だからあそこで素子さんがミサミサルたちを訴えなかったからノアという団体が出来上がったんで、あれで異議申し立てで裁判所にもう言ってたら、もうミサたちは新しい団体はできなかったって、だからそこのワンクッションですよね。だからそこでだから本当に素子さんまあまあまあっていう和田恭平がいたから、そもそもノアを三沢さんが立ち上げようと思ったもう最大のなんか分岐点ってどこだったんですか。馬場さんがまだ存命の頃、1年かな1年前くらいになるのかな、その時にちょっとやり合ってね、元さんと馬場さんと三沢選手とはちょっと会話があって、恭平三沢変わったなあって言った時に「どうしたんすか?」っつっても大体俺分かってたんだけど「三沢がなあうちの母ちゃん外せって言うんだよ、俺を取るか母ちゃん取るか」って言われたら「恭平俺は三沢取らないよ」俺はこれから三沢に食わしてもらうんじゃないんだって、母ちゃんに食わしてもらうというか大事にされるんだ、そういうことがありましたね。なるほど、そんでだから恭平全日本プロレスという看板は俺一台で終わらす、あのそうだったんで馬場さんはこの看板は俺で終わらすから三沢プロレスやればいいよって言って反対はしなかったんですよ。三沢プロレスでやればいい、これがノアなんだよね。その代わり全部やる、その代わり会社は全部やるけども合宿所とか全部やるけど、この全日本という看板だけは俺のものなんだ、でこれから俺と母ちゃんでこう生きていくんだっていうことを俺に伝えたんですよ。そんでまあ亡くなって三沢が1年間三沢選手に「三沢社長ですね、三沢社長」っつって「1年だけは我慢してくれ」っつって「一周期だけは我慢してくれ」っつって「ほんで分かりました」っつってまあいろいろ格闘しながらやってたんですけどね、1年間ね。それでもう恭平さん耐えられないってなって、その1年になる前ぐらいに。じゃあもう俺の好きなことやってくれやってまた最初の話に戻っちゃったけど、まあそういうことだったんですよ。だからでも俺の頭の隅に三沢プロレス俺は三沢にやらしても構わないっていうのは遺言じゃないけどあったんで、三沢プロレスやりなさいって俺がプッシュしたのは確かなんですよ。だから全然三沢選手はノアで間違ってないんですよ。別に無を起こしてるわけでもないんです、だから馬場さんからするとお前の好きにやれ、ただ全日本は名乗らさないっていう、それでよかったんですよ。だから俺もそれ分かってたんで、だからそれはもう馬場さんがご生前に言ってたことがその通りになった、そういうことです。だから僕はだから天竜さんが入ってきた全日本にそれの後に入ってきたんだけど、そこの話もまた面白いんだけど次回ね。長いよ。だから本当ね、和田恭平の話ね、なんていうの1時間しかできないってかわいそうだな。あともううちがオーバーしちゃってるんですけどね。いやだから本当にここで天竜さんのその全日本に来る時の話って。これがまたねすごいね。それだけで特集を見ましょう。これ本当にやり取りがね、素子さんのすごさと、素子さんのなんていうか、あちょっとなんかトントンなって。いやでも本当すごいですよ。これはまた来た時、あもうぜひ。いやまだまだ。よしことかいろいろあったね。そうあでもねちょっとこれ聞きたいですね。よしこさんタクトさんの時のこれ隣なんかゴンゴンやってる。大丈夫か。あ止まった。大丈夫そうですね。はい、よしこさんとアクト選手の戦いの時に例のねそのアクト選手がボコボコにされちゃって顔が変形しちゃったね事件がありました。の時のレフェリーはまさに恭平さんなんですよ。あの時のレフェリーをしている時の恭平さん多分判断がいろいろあったと思うんですけど、いやなんて俺みんなあんな面白いプレーじゃないじゃん。たまにあることですよね。こんな面白いプロレスないのになんつうかな、そのアクトの方がまあボコボコにされちゃったけど、だからよしこあれチャンピオンがよしこだったのかな、多分そうですね。だからアクトのまだねお前顔じゃないよっていうのはあったんだよね。だから会社から言われたから仕方なくやったんだろうけど、でもね流れはもうアクトなんだよね、よしこじゃないんだよね、会社的に言うと。だからその辺が気に入らなかったのかもしれないけど、俺には関係のないことで、レフリーでね、ただ面白いな、やってて面白いな、うわ、すごいな、こいつらマジだぜと思って、おお、すげえすげえっていうのはあったっすよ。でもね、あれでレフリーストップしたくなかったんだね。なんで止めなかったっていうかもしれないけど、いや、ルール上、あれはお前らやられたアクトの方がギブアップしろよと。だから俺、セコンドにいた木村にタオル投げろっつって、でタオル投げさせたんだけど、そうすればルール上終わったわけでね、あれで終わったんですよ。それを終わった後に、いや、あれがどうのこうので、なんかお母さんが、いやあれはもう大変な試合になっちゃってどうなの慌てちゃって警察沙汰になって、なんでプロレスでリングの上で警察沙汰になるわけじゃないんだよ。でお客になんでおられなきゃいけないんだよっていうわけで、あんなのはねえとかさ、じゃあお前ら何期待してんだよ、プロレス何期待してんだよね。だから俺そこがおかしい、面白い。プロレスリングの中で起きること、リングの中で人殺しがあっても仕方のない世界っていうのは、馬場さんも言ってたけど、お前が殺したいやつがいたらリングに上げてやれっていうぐらい、リングの中ってそれは恐ろしいとこなんですよ。だから信頼関係のあるのがリング上なんですよ。でもリングの中でああいう殴り合いがあってって、これは一つのプロレスで、それはそれでいいじゃないかって俺は思うんだけどね。あれで1年持ったのにね、話題性で言ったらあれは話題ないですよね。だってそれこそ転がしてって面白い。あれだってシュープロ一面っていうかね、表紙になりましたもんね。でマークともかわいそうだよね、後でなんか眼底骨折で、まあそのでもそのぐらい差があったんだよ。あと不意打ちもあったしね、不意に来たからね、その辺はやっぱりアクトもかわいそうだったけど、よしこも本当にいい子なんだよね。いや、いい子ですよ。この間もあったけどニコニコしてたけど、本当いい子ですよ。ただその中にいろんな格闘があってね、自分の抑えられない心の格闘があって、リングに上がる時にね、周りからガヤガヤ言われたりとか、ね、やっぱあるんですよ、いろいろ、リングに上がるときって、それは本当レスラーしかわからないこれはね、レフリーもわからない。だからレフリーも困っちゃう部分でね、だから止めるのはいいんですよって。ただ俺やっぱりレフリーとしてそういう時だからこそルールに基づいたことやった方がいいのになっていうのは、でもそうですよね、原則でね、大原則としてそうですよね。でその前提としてはやっぱり技術もその体力も鍛えてリングに上がるっていうのが前提ですからね、だからそれをこの防御ができる技術とか、あと攻撃する技術とか、そういうののぶつけ合いだと思うので、となると小島天山のダブルタイトル戦も和田さんでしたね。そうそうそう、全日本三冠王者と IWGP 王者のね、ダブルタイトル戦、あれだってあれもすごかったですね。いまだにそれはないですもんね、もうあれが最初で最後で、あれね、その59分45秒ですよ。もうだって60分の15秒前ですよ。 IWGP 三冠まずないよね。ないです、ないです、多分ないと思います。もう今後ないですよ。で身長が大きくなるほどないですね。でもこれってどうなのって自分とこの看板だよ。ですよね、両方ともベルト動かないでしょっていうのは俺の考えでもあるし、やっぱりプライドの問題でね、両者リングアウトでもいいじゃん、できるなら両者リングアウトでできるなら時間切れ引き分けで、できるならっていう思う方がやっぱり、じゃあなんでそこで和田恭平がレフリーなのかっていう三冠、あでもそうですよね、あれ新日のリングでしたもんね、新日本プロレスの。だから新日本のリングだからこそ和田恭平だったのか。そうそうそう、逆にね、逆にアウェーだからこそ、牛だったらは逆だったんじゃないか。なるほど、それでいいと思うんですよ。だからまあいろんなことがこうあって、で俺の頭の中でも、あこれは引き分けでいいよってこう忖度しながらやるわけですよ。忖度しながら、忖度しながらさばいてんだけど、お客さんの歓声は忖度できないほどの歓声だったんですよ。あ、これはもう小島の勝ち、うん、これ小島が勝たなかったら暴動が起きると、うんうん、俺の中でも絶対ダメ、うん、忖度どころじゃなくて、うんうん、これはもう小島の勝ち、うん、じゃあルール上どういうふうにしたら小島を勝たせるか、うんうん、ダウンカントし、うん、彼はねもう天才起きれなかったので、うん、ダウンカントもう見てれば分かったけども、うん、50ぐらい数えてたよね50ぐらい数えてたでもねルール上ね、うん、ここで皆さんにルール説明すると、はいカウントブレイクというルールがありまして、はい、レフリーはカウント進めてるときにレフリーの体をちょっとでもこう触ったレスラーが触ったり、はいはい、邪魔が入ると、うん、一旦下がらせてまたワン、ツーって回りますね。でセブンいよいよセブンエイトっつったら京平さん京平さんって起こそうとする。でお前勘弁してくれよって俺との小島との葛藤がここにある。そういうことか、そういうことか、そういうことか、ふざけんなよこの野郎っていう。そうかそうか、俺はお前のためにね、ためにカウントしてやってるのになんでカウントを止めるんだ。ほんで小島もきっとなんつうかな、その忖度したかったでも忖度いらないとね。で俺タイマーにこうタイマーをパッと見てタイマーなんとかせっつってでタイマーレフリーが本当助けてくれたんだけどあれタイマー俺じゃなくてタイマーなんだよ。あれタイマーがいたからこそすごいしなんつうか試合というかできた出来上がったのは本当は影の縁の下の力持ちはタイマーなんですよ。あれ俺一人だったらもう時間にで引き分け。ああ、なるほど。でも田山がもう京平さん数えてやってくださいっていう小島俺が持ってるからっていう。ああ、そういうことなんですね。だからアザサイドでもうニュートラルコーナーの方にあのテープ見てくれたら分かるけど、俺がカウントこう取ってる時に小島がこうやったら田山が連れてって俺がセブンエイトでパッて見た時止めたからナイン10終わりっていう。ああ、もう一回見てみなきゃいけない、見てみなきゃいけない。これ俺の功労じゃなくてあれは田山レフリーがいたから、田山レフリーがいたからこそのそのなんつうかな、登る名勝負、名勝負ですよ。だって IWGP が移動するなんて誰も思ってないです。で和田恭平ではないんですよ、あれは田山なんですよ。だから田山と和田恭平のあうんの呼吸があったから、あそこでカウントブレイクというのがあって、だからカウント、だから何べんも俺カウント直して、それ見たらまた面白い。この今このテレビ見てる、そのネット見てる人たちが「えっ!」っつってちょっとそのテープ持ってたら、俺の言わんとしてることの面白いところは、まず西村が水まいた、それで俺が怒ったっていう、その辺が面白いと思いますよ。あと最後の最後の本当にもう時間切れ引き分けぐらいになる時に田山がなんとか小島を止めてくれて、その姿勢見ただけで「これか!」ってこう納得してもらえる。一連のこの動きはもう一回ちょっとチェックする必要があるんですよ。見直さなきゃいけない。小島さんがダウンカウントを取るのをこう阻止してるから、そこの場面とかね、で田山さんが出てきて抑える場面とか、うわー、それは面白い、面白い。で終わってベルトをぶん投げて「いらねえこんなの」って言って、そこでもっと面白かったのが真壁、真壁さんね、俺あんまり知らなかったんだけど、新日本のレスラーがザーって乗り込んできて「ザーなこの野郎!」っつって一番かっこよかったのが、こいつに次やらしたいって思ったのが、このベルトをまた小島とやらして俺がさばきたいなと思ったのは、これで新日本のレスラーみんな面白いなと思って、これがね真壁選手がねこう飛び込んできてね、やり合ってるね姿勢があったんだけど、これも後にそのテープの中に入ってるんで、俺が言わんとしてることが「ああ真壁」って。そうするとそう、当時の真壁さんは相当脂乗ってる時ですよね。俺あの時「このレスラー面白い」っつって「あいつ何者だ」っつって「あいつは面白い」っつって俺はあの時にああ真壁面白いなって、これだから流れでやり合うとこも見たら面白いし、面白いいやもう一回チェックしないとダメですよ。いやいや見どころたっぷりだな。このテープ結構視聴率上がるよ。いやいやこれもさ一番最後、これはもうね3つに分割しますからパート3まで。じゃあもう最後の方にね、最後になりましたんで、まあじゃあこういきましょうかね。このプロレス業界にね、このプロレス業界にの方々面々にですね、京平さんも大先輩としてお伝えしたことって何でしょう。まだ俺やめないしね、まだまだあると思いますけど、俺まだできるからね、レフェリーね。だから伝えたいことは聞きに来なさいと。あ、先ほどの馬場さんの話につながります。聞きに来なさいと、どうしたらいいのっていうか、でも今の流れで、俺は別に構わないと思うんですよ。だから各団体も皆さんの好きなようにって言ったら変だけど、このね色出しながらやればいいわけで、じゃあ日本の色はこの色なんで、昔は新日本の色と全日本の色しかなかったんで、だからこれはもうどうしようもなかったんだけど、今いろんな色があるんで、だからレインボーですよね。ああ確かに確かに。だからレインボーはレインボーでいいんじゃないって夢があって、だからいろんな団体があって、俺もいろんな団体の人たちから挨拶されるけど、どこなんてよくでどこの団体なんて、だからそういう面では俺は聞きに来るというか、俺アドバイスするんでね、でも変だからって言ってそこの団体の悪口言えないしね、だから別に伝えたいって言ってもね、自分の己の道を生きればいいわけで、最後までプロレスってあるからね、絶対なくならないと思うんでね、プロレスだけはね。だからどんどんやりましょうよと、どんどんやりましょうよとね、いろんなことを伝えていってほしいですね。そうですね、今日お伺いしたことをはじめね、私プロレスの品格を、なんか品格あるプロレスっていうんですかね、なんかプライドが持てるプロレスをなんかお伝えしていっていただきたいななんて、今今日お話聞いてて思いましたね。ただやっぱりレフェリー作り上げた方がいいよっていう、各団体でこれぞレフェリーという、これだけはよく団体で言うんだけどね、レフェリーをちゃんとしたレフェリー作りなさいって。なんだか足元からカウントしてるレフェリーがいるのね、ちょっと待てよって、俺真面目に数えてる俺らバカみてえじゃんって。あ、そうだ、一つだけちょっと聞き忘れたんですけど、馬場さんが亡くなった時どんな心境でした？ああ終わったな、全日本終わったなっていう感じですよね。全日本終わったなっていうか、これからどうするっていうのもあったしね。なんかもう多分がんだったんでしたっけ？がんですね。ですよね。でもうリングに上がってる時からがんを発見されてたないですね。ないですか？でなんか急になんか入院されてしまって、入院して松本で入院して。松本からそのまま新宿の病院行って、そこでチェック受けて、でなんで微熱が出るんだっていう、その微熱っていうところでもうがんなんだよね。でそのがんの数値が高かったんで、ハワイには行けないと、で入院しなさいってなって、もうその入院しなさいの中にもう治そうなんていうこう手術しようというか、そういうものは一切なかったんだろうね。もう病院から「馬場さんはがんですね」って言われてたんじゃないかな、素子さんは。我々知らなかったけど、あまりにも落ち着いてたんだね、素子さんが。「素子さんハワイ行きませんよ」って言った時に、普通なら「なんで行けないの?」なんていう人が「あそう」っつったからね。だから今思い出せば「あそう」って言った時に、ああ分かってたんだな。なんかちょっと衝撃でしたけどね。馬場さんがもう何年か生きてれば、もうちょっとプロレス界変わってたよね。あ、そうですか。どんなのか。いや、ニューヨークが馬場さんとセイブンだよね。ああ、またね、こういう話が出てくると、もうちょっとねやろうかな。もうできたくなっちゃう。ニューヨークですか。WWEが。はい。ちょっと手を組んで、本当に馬場さん嫌いだったんだけど。組んでもいいなっていう気配があったんで、でハワイでちょっとっていういろんな夢があったんですよ。そこに進行してたんですよ。うわね、進行してたんだけど、ちょっとだから馬場さんが入院しちゃったから、本当ならばあれで元気ならばあのまま進んでいくと、さあどうなったのかなって。さっきの力道山もそうだけど、だから本当力道山もなくなっちゃったから、夢なんで。これ進行したらハワイで WW と手組んで興行やってたから、はい、太陽ケアが3冠。太陽ケアだ。太陽ケアは3冠チャンピオンで、太陽ケアが3冠チャンピオンになったらっていうね。うわー、すごいな。夢があったんですよ。夢が膨らむ。チャンピオンにならねえかなーってでもな、ハワイだからな、ハワイで視聴率稼げるとなるとニューヨークだなって、いろんなのあったんですよ。それであの時に恭平お前カナダ行かねえかって言われた時に、行きたいっすねって、その最後のハワイ行く時ので行けなくなっちゃったんだけど、あれは本当行ってたらハワイカナダだったんですよ。カルガリーですか。カルガリーっていうか、なんかニューヨークに行ってたみたいね。ニューヨークがカナダの方に行ってて、ああなるほどなるほど。で俺の代わりに馬場さんの代わりにウォーリー山口がちょっとなんつうかね、馬場さんの代わりに行ったんだよね。これ実現したらすごい話になったんですよね。日本どころか世界でなんとかの需要変わったかもしれないね。今一生懸命ね、新日本が海外にどんどん行ってますけどね。いやー、でも WW とテイ君なら、ニューヨークとねテイ君ならまた速いですよね、スピードがおそらくね。馬場さんから言わせるとマクマホン小女っ子だもんね。ああですよね、ですよね。シニアとね、シニアと仲良かったんで、馬場さんからするとシニアと後ろにくっついてたのがマクマホンで、小女が生意気なこと言いやがってって、よく本当に東京ドームで控え室の中で「何だ?」ってよく馬場さんが「小僧が」よく言ってましたけどね。生意気なこと言いやがって、ほんと馬場さんからすればほんと小僧ですね。ですよね。いやー、でもなんか第2弾ぜひよろしくお願いします。あ、もうだからもう揃えてきましたよ。あ、もうぜひよろしくお願いします。ただ俺の話長くなりますよ。いや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 、もう本当もうみんな聞きたい話ばっかり。だから本当に天竜さんがメガネに行った時、なんでああなったのかとかね。天竜さんの話だけど相当時間かかりそうですね。だから3回ぐらいね。で天竜さんが出てった後に馬場さんの会話とかね、馬場さんとの会話とかいろいろあるんですけどね。で最後になんで天竜さんがまた全日本に戻れたかっていう、ここで1時間ありますね。なるほど。ということで、もうもう90分ですもん。やった。90分の収録になりました。はい、ということで、最後に、その京平さんがレフリーとして大事にしたいことをいただいて終わりにしましょう。これ大事にしたい、レフリーとして。大事にしたい。さっき言ってたんだけど、侮辱するようんじゃなくて、カウント、ちゃんとしたカウントを取りたい。なるほど。やっぱりワンツースリー、肩を見てのワンツースリーというね。プロレスって最後はワンツースリーなんですよ。これ馬場さんも言ったんですけど、醍醐味ギブアップじゃねえんだ今日は。プロレスファンは心の中で叫んでんだ、ワンツースリーワー。ああなるほど。これをやっぱり僕はカウントを大きく取って、ワンツーこれを大事にしてるんですよね。だからこれをもうちゃんと見える、肩の見えるところでワンツースリーっていう「いかない」っていうのもいかないみたいなのもありなんだけど、やっぱり最後はツーツースリースリーっつってね、っていう、もうこれは僕がもう最後まで決めたい。手のひらは大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫。左ですか？左です。全然。ジョーさんは昔大きさ違ってたんですよね。確かに。でも恭平さんはって言われると全くそんな、こっちは小さいんだけど、でもジョーさんは本当にもうこうやった時に見えて分かったんで、でも俺そんな変わんないんだよね。なんかそうですね、手の皮厚いとか、だからそういう感じにはないんですね。随分叩いてると思うんだけど。そうそうそう。ね。随分。前何回ぐらい叩くんだろうなんてやってたんだけど。ですよね。でもまだ大丈夫、まだ大丈夫ですね。もうますます活躍していただいて、ありがとうございます。ね、恭平コールをもういつまでもさせていただければというふうに思います。本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ次回よろしくお願いします。はい、呼んでください。はい、ぜひぜひありがとうございます。じゃあ最後いきますよ。プロレス大好き大集合、ありがとうございました。サブミッション